しっかりしろ。もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何？俺はカルロスだ。助けに来た。立って。まずは安全な場所へ。ちょっと待って、なんだっけ。カルロスね。カルロスです。なんか最初からだいぶ苦戦させられたけど。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って。地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。あれもうそんな序盤からカルロス出てきたっけ？大丈夫。顔ごすぎか。そうかわかるよ。よし行こう。おい、マジかよ。どこをバカらしめたんだ。悪いが別ルートで。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ？あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい？アンブレラの何がまずい？信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こうな。末端の社員には知られてない、知らせられてないんだろうね。てかもう瀕死なんすけど、どうしたらいい。これ回復して、ん、どこ入ってた。あ、一番奥か、こっち。大丈夫。このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジル。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば、生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコフさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。どっから地上行くの？いやー、もう瀕死だからどうにもなんねえ。もうね、弾もねえし。ほら、ここ段数の表示がね。あ、こっからはいけねえか。どっから行くんだろうな。次やったのもだいぶ前だからね、あんま覚えてないね。でもこっちの方がいいのかな。これでもここしかないもんね。
よし、もう死にかけやん。あ、わからないよ、こっちもわからないでしょ。あー、どっから行くんだろうな。こういう序盤からスムーズにいかないのは体験版をやってなかったですね。体験版やればよかったね。まあいや、こっちこっち、こっちでしょ。こっちや。これまたひどい傷だな。隊長どうしたの？噛まれたの？噛まれたんならもうダメじゃん。お、なんだ。UBCS 式弾薬調合法。戦場では玉なし野郎は玉なし野郎だ。ああそうですか。死にたくないやつは黙ってこのレシピを頭に叩き込め。ハンドガンの弾はガンパウダーに、ショットガンの弾はガンパウダーと強化火薬、マグナムの弾は強化火薬に。準備ができたらパーティーに出発だ。死体野郎どもとごちそうどもにごちそうを食らわせてやろうぜ。間違っても自分がごちそうになるんじゃねえぞって書いたやつはごちそうになっちゃったんだろうな、かわいそうに。あ、ここも同じか。あ、こっち側から行けるね。よし。動画だったらもう、ここに来るまでの間、カットだね。よし。お、なんだ。売店じゃん。あ、ちょっと待って。タブロイド紙の一面。恐怖、食人事件。その真相に迫る。9月25日未明、ラムズ美術館北側で不老者風の男に通行人が襲われているとの通報が RPD に入った。駆けつけた警官が、付近を捜索したところ、ゴミ捨て場で女性の惨殺死体を発見。遺体に残された数十箇所に及ぶ髪跡や四肢の一部の欠損という特徴は食人行為によるものとみられる。今月に入り、同様の事件は少なくとも3件発生している。この食人鬼の正体は一体何者なのか。本誌ニュースコメットはスペンサー記念病院で無償治療を受けている奇病患者が夜な夜な食堂で人肉食の、宴を催しているのではないかと推測。スペンサー記念病院に潜入した記者が極秘調査を行い、グロテスクで恐怖に満ちた真相を明らかにした。この衝撃のスクープ、詳細は2面以降で、2面以降は見れない。スペンサー記念病院って、あれ、アンブレラの総帥ってスペンサーじゃなかったっけ。あ、結局アンブレラの息がかかった病院ってことじゃんそれね。ジル、俺だ。おー、ちょっともうコントローラーから声出んのやめてくんねえかな、びっくりするから。俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。これのマイクの声もちゃんと入ってるか。もうなんもないね。うん。これ入ってなかったら字幕でしか伝わらないもんね。ああ、グリーンハーブやー。あ、グリーンハーブやー。ガンパウダーやー。お、豊富やんけ。これは？あ、しまっておけるのか。でもね、ナイフも持っておいた方がいいような気がするんだよな。なんか他の武器が手に入るまではね。あ、よかった、イージーモードにして。キャラクターの外見？ん？あ、これ3の感じだね。でもいいや、それはね、個人的に遊ぶときにやるけど。マップのか、マップあるやん。そうか。で、ガンパウダーの調合とか、あ、ここでやるのか。デンジャーじゃん。ちょっとさ、これ調合して食っちゃおう。ファイン組み合わせて、あ、四角だった。あれ、リベレーションズは
構えて×だったんですよ。だからね、あ、タイプライター、はい、セーブします。はい、ね、よし。あ、この機械何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。ハーブ調合法、かすり傷ごときで拠点に戻ってくるような坊やはママのおっぱいでもしゃぶってろ。そうじゃないタフガイは薬の調合法を頭の中に叩き込め。そこそこ効く薬、雑だな。グリーンハーブ ×2、 かなり効く薬、雑なんだよな表記が。グリーンハーブプラスレッドハーブ、もしくはグリーンハーブ ×3、 救急スプレー、自力調合不可能、見つけたら拾っとけ。以上、さっさと終わらせて冷えたビールで乾杯だ。俺もさっさと終わらせて冷えたビールで乾杯してえな。ん？あれ、アイテムブック、あれ、さっきのは？あ、さっきのはあれか、アイテムボックスじゃなくて、なんか、あれを開けられるのかな？どうにかして。使う。やっぱ鍵ねえとダメだな。銃でぶっ壊せないもんね。ここは、かがんで。生存者はまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。ん？ R1。 あ、こういう風にね、回避行動ってことかな。でもこれちょっと難しいね、使い方は。ん？なんかいるな。画面暗っ。あ、やばいやばいやばい。よいしょ。ああ。よいしょ。おい、回避。うまい。マップ見ねえとわかんねえな。んだ？剣士ナイフ。あ、死んだ。有効ですね、剣士ナイフは。なんか落ちてね。あー、ハンドガンの弾だ。嬉しい。あとはないかな。なんかない？この辺とか。暗いなぁ。もうちょっと明るくすればよかったね。設定変えらんないかな。あ、オプション。カメラ、ディスプレイ、あ、明るさ、調整。マックスにしたらどんな感じ？結構明るいな。これちょっと明るすぎか？でもいいか、こんなもんで。臨場感はないけど、まあいいでしょう。あ、で、そうだそうだ、あれあれあれ、言語変えらんねえかな。ランゲージ、あ、変えていいっすか。あれ変えらんねえじゃん。表示言語、字幕、音声言語変えらんねえじゃん。いやもうこれでいこう。日本語でいこう。もうここまで日本語できたから日本語でいいでしょ。なんかめっちゃいるやん。
ちょっと待って。変電所どこ？地下鉄駅。ああ、一回行かないと。ダメなんだね。あ、大通りね。鉄塔が見えるだろう。そのあたりが変電所だ。右手の塔を破壊すればいいけど。どうし？すごく燃えてるけど。そりゃまずい。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。ふざけんな。殺すぞ。まあ、なんとなく分かったよ、もう。火を消さなきゃ。これでしょ？あれ？あ、撃たなくてもいいのか、もしかして。サバイバルナイフ。違うね。あれ？なんか、アイテム拾わなきゃダメ？どっかに落ちてんのかな？あっちか？ああ、そこで通れるようになるから、そこで何か手に入れればいいんだな。はい。はい。そういうことよ。ね。そこにドラム缶があるから。そういうことよ。なあ。おっと、敵多いな。これ、行き先が分かってりゃさ、回避の仕様もあるけど、ほら。ほら。ほら。倒していくか。え、結構タフだな。どうしよう。さすがに全部倒していったら切りねえよな。え、ちょっと待って、あいつまだ生きてたの？あ、やべ。ちょっと待って、エイムがクソすぎて当たんねえ。よーし。失礼しまーす。ほら。ほら。ほら。ああ、こっち来ちゃったー。あれ。おい、おい。おい。おい。あ、やばい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 。こいつ相手しなくていいんじゃねえか。よいしょ。よいしょ。ん？これなんか使えんの？あれ？あれもしかしてそれ撃てってことだった？はい。はい。ハンドガンの弾。他なんかねえ？で、懐中電灯あんな、最初から使えよ。ロックかかってんの。これなんで解除すんの？鍵ないじゃん。お、グリーンハーブ。何これ？え、何？タイプライター。アイテムボックス。え？何今手に入れた？ん？あれ？なんだっけ？あ、違う。なんでシェアボタンなのか。あれ？あの画面はどうやって開いたっけ？あ、三角か。わかんなくなっちゃった。アイテムを調べる。飾り箱。赤。赤のジュエル。何使うの？何かにはめ込む。
ああ、セーブしとこうかな。ああ、ちょっともう目疲れてきたな。今な、どんぐらい？今まあ1時間ぐらいか。